ラゴンダはイギリスの高級車ブランド。1906年に設立された。1947年以降はアストン・マーティンの参加となる。ラゴンダのブランド名は1995年から2008年、2010年から2013年まで使用されていなかった。12から 24LC1925 年に リッター16から651927年に、リッター16から80ウェーマンサルーン1930年頃、4リッター M45 スポーツツアラー1934年、4リッター V12 ドロップヘッドクーペ1940年、ラゴンダは1906年に、サリー州、ステインズで、スコットランド系アメリカ人の元オペラ歌手、ウィルバーガンによって設立された。 ガンは1891年にイギリスの国籍を取得し、ステインズでスピードボートとオートバイのエンジニアとして働いていた。ラゴンダの社名は彼の記事、小児族の居留地であった。現在のオハイオ州、スプリングフィールドの街の中から取ったものであった。そこは氷河が崩壊した石灰岩の峡谷で素晴らしい価値形地であった。その地は、 歴史的にイーストン条約における重要地点であり、フレンチ・インディアン戦争における小児族とイギリスの講話に大きな役割を果たしていた。ガンはもともとステインズの自宅の庭でオートバイを小規模に生産しており、1905年のロンドンエジンバラ裁判での勝利を含め合理的な成功を収めていた。1907年に最初の車、 6気筒エンジンを搭載した20馬力のトルペードを生産し、1910年にはモスクワ・サンクトペテルブルク間での走行試験を行っている。この成功により、ラゴンダは1914年までロシアへの輸出の契約を取り付けた。1913年には先進的な小型車、1099cc の4。 気筒エンジンを搭載した11.1の生産を始め、1914年にはパナールロッドとリベット止めのモノコックボディ、初のフライオフハンドブレーキを採用した。フライオフハンドブレーキにあるラチェットコントロールボタンは通常のものとは反対に機能するように設計されている。レバーを持ち上げてオン位置に戻すと、レバーを離す前にエンドボタンを押して保持しない限り、 すぐに解除される。一旦セットされると、手動ブレーキレバーを設定方向に持ち上げて、ブレーキを解除する。このメカニズムは、スポーツカーレースでのシグナルスタートを容易にした。また、リアホイールのスライドを助けるためにも使用することが、できる。ラゴンダは、第一次世界大戦中は砲弾を生産した。 戦後、11.1は 1400cc の大型エンジンと標準的なライトが装備され、11.9として1923年まで生産され、1926年には12にアップデートされた。1920年にウィルバーガンが死去した後、コーリン・パーバリーが率いる3名の取締役が会社を経営した。 ラゴンダの最初のスポーツモデルは1925年に発売された14-60で半球式燃焼室を備えた 1954CC のツインカム4気筒エンジンを搭載していた。14-60はリー・フランシスから移籍したアーサー・ディビッドソンが設計した。1927年には2リッターの高出力エンジンを搭載した。 スピードモデルが発売され、1930年には、スーパーチャージャーが搭載された。2.4リッターの6気筒エンジンを搭載した、軽量化シャシーバージョンの16、65は1926年から1930年にかけて販売された。1920年代の最後のモデルは 2931cc の6気筒エンジンを搭載した。 このモデルは1933年まで販売され、エンジンは 3181cc に拡大され、セレクタースペシャルとして複雑な発足のマイバー派生トランスミッションが搭載された。1933年の新しいモデルは2リッターのクロスリーエンジンを搭載した16から80で、1934年からはプレセレクターギアボックスを搭載した。 新しい小型車のレイピアは1934年に発売され、1104cc のエンジンとプレセレクター、ギアボックスを搭載した。これは1935年まで続いたが、その後1938年まで別会社、ネイピアさんが生産を続けた。もう一つの極端な状況は、 メドーズが供給する 4467cc の6気筒エンジンを搭載し、100mph を発揮する M45 であった。スポーツバージョンの M45R ラピードは、チューニングされた M45 エンジンを短縮されたシャシーに搭載し、1935年のルマン24時間レースで勝利を収めた。 1935年には3リッターエンジンが3.5リッターまで拡大された。ラゴンダの経営は不調で、1935年には、関西人が呼ばれたが、同社は、ロールスロイスを上回る額を提示した、アランピーグッドによって買収された。グッドはまた、W.O. ベントレーに、ロールスロイスから離れ、自らのレース部門のスタッフと共に、 デザイナーとして、ラゴンダに加わるよう説得した。4.5リッタークラスは、LG45 となったが、ボディは重く、LG45R ラピードも生産された。LG45 には、サンクション1、2、3と呼ばれる3つのバージョンがあり、それぞれベントレイが手掛けたエンジンを搭載した。1938年には、トーションバーと油圧ブレーキによる独立した。 フロントサスペンションを備えた LG6 が登場した。ベントレーは、モトロールスロイスのスチュワート・トレシリアン、チャールズ・セウェル、ラゴンダの設計師であったフランク・フィーリーと共に、ラゴンダのファクトリーの原始的な状況に対する嫌悪感を飲み込み、1937年には、新型エンジンを搭載した傑作 V12 を開発した。 4480cc のエンジンは 180bhp を発揮し、トップギアの 5000rpm で7から 105mph を発揮した。この車は1939年のニューヨークモーターショーで展示された。ニューヨークタイムズ紙は今年のショーで最高価格の車は8900ドルです。 それはイングランドから輸入されたラピードモデルとして知られているラゴンダです。エンジンは12気筒、V 型で200馬力を発揮します。と伝えている。リーチャード・アトニーは第二次世界大戦の始まりからラゴンダのマネージングディレクターを務めた。彼はラゴンダのマネージングディレクターになる前、 1935年まで、ロンドン地域のルーツの小売販売マネージャーであった。彼は生産の専門家であり、戦時中イギリスにおける最大の銃生産工場の一つとなったラゴンダを、組織、管理した。工場は1日に5万発の25ポンド砲弾を生産した。ワトニーはまた、装甲車用の火炎放射装置、クロコダイルとワスプを、 開発、生産した。ワトニーは1930年のルマン24時間レースでベントレーをドライブし2位になった。彼は1946年にルーツに戻りオーストラリアに赴任した後1949年にメルボルンで交通事故に相死亡した。2.6リッタードロップヘッドクーペ1953年アストン・マーティン。 ラゴンダ1989年1947年に、ラゴンダは、デビッド・ブラウンに買収され、彼がもう一つ買収したアストン・マーティンと共に、ミドルセックスのフェルトハムに移転した。エガムハイスの古い工場は、パターズ・リミテッドに渡り、AP グッドが、経営権を取得した。生産は、WO ・ベントレーの最後のプロトタイプ。 新しいシャシーと完全に独立したサスペンションを装備した1948年の2.6リッターから再開された。新しい 2580cc 直列6、気筒エンジンは1950年代のアストン・マーティンエンジンの基礎となった。エンジンは1953年に3リッターに拡大され、1958年まで引き続き使用された。 ラピード1964年多くの人がラゴンダのブランド名は姿を消したと思っていたが、1961年にラピードがアストンマーティン DB4 をベースにした4ドアサルーンとして復活した。ラピードはカロッツェリアトゥーリングによるアルミニウム製ボディに 3995cc エンジンを搭載し、125マイルパーアワーを発揮した。この アストン・マーティン・ラゴンダはバッキンガムシャーのニューポート・パグネルに移転した。ラピードは1965年まで生産された。1969年にラゴンダのブランド名が短期間復活し、新しい DBS モデルの4度アプロトタイプに使用された。このプロトタイプにはシ,ャシー番号 m p 2 3 1が割り当てられ、1972年まで工場に 保管された。この車は JPP5G というナンバーで登録され、デビッド・ブラウン卿が個人の車として使用した。もともとは5リッター V8 エンジンのプロトタイプが搭載されたが、これはすぐに初期の5.3リッター生産型に換装された。 1974年から1976年の間に7台のラゴンダ4ドアサルーンが1969年のプロトタイプを元にして製造された。生産型は試作型のツインヘッドライトに変えてラゴンダの低鉄グリルにシングルヘッドライトを採用した。1976年に新型のラゴンダサルーンが登場した。 この大型で未来的なサルーンはウィリアム・タウンズが設計した。この正方形に近いくさび型の車はアストン・マーティン V8 のコンポーネントをもとに製作され、少なくとも1989年まで走行可能であった。アストン・マーティンは1993年のジュネーブ・モーターショーでラゴンダ・ビニャーレというコンセプトカーを発表した。 1993年から94年にかけて9台のラゴンダ4ドアサルーンと7台のシューティングブレークがアストンマーティンビラージュをベースに製作された。これらはアストンマーティンの歴史上唯一ファクトリーで製作されたシューティングブレークであった。6台は外国の王室が購入した。エンジンは5.3リッター V8 及び6.3リッター V8 が搭載された。 オートモティブニュースヨーロッパによると、アストン・マーティンは2008年9月1日にラゴンダブランドをリニューアルし、豪華セダンなどの新しい市場に参入し、2009年にラゴンダ100周年を祝うと発表した。ラゴンダブランドは、スポーツカーとは異なる性格を持つ自動車を開発することを可能にするだろうと CEO のウルリヒ・ベズは、声明で述べている。 ラゴンダは既存の市場と新たな市場の両方に適した贅沢で本当に汎用性の高い製品で独自のニッチを持っている。アストン・マーティンはスペシャルなスポーツカーが毎年3、4ヶ月しか使用できないロシアなどの市場で年中使用可能な車両となるだろう。とアストン・マーティンの広報担当、ジャネット・グリーンは述べている。 2009年のジュネーブモーターショーで、アストン・マーティンは、最初のラゴンダから100周年を記念して4座席の4、ほどサブを発表した。それは、V12 エンジンと22インチホイールを装備していた。ラピードの名前は2010年に、アストン・マーティン・ラピードとして復活した。アストン・マーティンは2011年3月9日に、ラゴンダブランドの復活を確認した。 その車種は当初主にハイエンド SUV で構成されていた。2014年には大型のローボディサルーンのタラフを発表した。タラフは 540HP と465ポンドフィートのトルクを発揮する V12 ツインターボエンジンを搭載した100万ポンドの車である。タラフは限定200台の生産で中東でのみ提供される予定であったが、イギリス及び アメリカ市場でも販売されている。ありがとうございます。